ここで番組からのお知らせです。2月9日日曜日に番組イベントを開催します。会場は大崎ブライトコアホール。イベントは2部制となっており、昼の部は13時開場14時開演、夜の部は16時45分開場17時30分開演となっておりまして、ゲストはなんかね、知ってる方もいるんだね。ゲストはリンさんです。わーい。さあ、出てたんですよね。そうで、リンさんも現場でお会いした時に、実は出ててみたいな、これ私宣伝していいのかなって思ってあ、いいと思いますみたいな、よろしくお願いしますみたいな言ってたんですけど、そうなんです、リンさん、私が大好きなリンさん、本当になんか、なんでしょうね、大好きなリンさん綺麗な人好きですね。綺麗な人好きですね。そうかも、そうかもしれない。でもリンさんはなんか可愛いも綺麗もクールも全部入ってる。お姿も内面的にも、そうなんか本当に全部詰まってる方だなと思っていて、なんかギャップももちろんありますね。すごいすごい可愛いギャップもあったりとか、でもすごくしっかりされてて、お芝居もすごい素敵でっていう、なんかパーフェクトヒューマンみたいな感じです、私の中で。リンさんはパーフェクトの人。浮気かって言われてる違う、みんな本命だから、みんな本命だから、全然浮気とかじゃない。そうなんです、パーフェクトヒューマンのリンさんと、いろいろイチャイチャとかね、須田さんの時もそうでしたけど、ねえ、イチャイチャできたらいいなと思います。そして、現在チケットが一般販売中ですということなのでね、まだゲットしてないという方はぜひお願い。
リンさんに会えますよ。ぜひよろしくお願いします。